里崎チャンネル。こんにちは。ソーチェック。はい、のお時間がやってまいりました。ね。交流戦も始まりまして、交流戦どうなるのか。ここまではね、セリーグが優位っていうね、今年2021年の交流戦は、セリーグがね、いい形で開幕したんじゃないのかなっていうところでね。まあ、あと、チームによりますけどね、15試合。どういう風に戦っていくのか。佐々木智也、佐々木チャンネル、12球団総チェック。交流戦もね、隙間なくお伝えいたします。さあ、ということで参りましょう。まず最初に、巨人対楽天。25日9対4巨人、26日5対2で巨人、そして27日2対0で楽天、巨人の2勝1敗の勝ち越しになりました。さあ25日ね、9対4で巨人の勝ちということでね、巨人梶谷大役ね、松原1番で5打数3安打2打点と大活躍ガーッ、ね、しかもスモークが4打数2安打1ホーマーガーッ、打線爆発。まあね、2回裏スモークね、インコースのストレートライトにホームラン打って、その後3回裏ね、このチェンジアップをレフト前にタイムリー、右へ左へ、ね、この強打と軽打、これね、この2回目のね、あのチェンジアップのレフトをね、あれ打たれると厄介なのね、あれ本当はバッティーとしては引っ掛けてセカンドゴロを打ってほしいんだよね。ああいったバッティングされると、なかなかね、苦しいっていうね、この金曜日の試合、その後の試合はね、ちょっとね、スモークお休みっていうね、ところもありましたけども、26、27はね、お休みしてますけども、ちょっとね、打線が振るわず、でもこの25日の試合はね、素晴らしかったですね。で、3回裏、ワンアウト1塁でね、1塁ランナー吉川、で、岡本三振の時にね、盗塁、下妻ね、3塁側へそれる、ワンバー悪送球、で、ランナー3塁へ、バーン、3塁側それちゃダメ、あれでも、一塁側それてると、まだセカンドの浅村もちょっと対応できたけども、三塁側それちゃうと、ちょっと対応できないよね。あそこはバーッと。で、楽で、4回表ね、辰巳が、センターツーベース、センター丸スライディング、グラブ触ってる、取れます。パッと。小さバット。パッと。ね。で、ワールドビッチ、大城これも取れます。ノーバンなんでね、パスボール、逆球だけどね、あそこちゃんと取らなきゃね。で、それで、ノーアウト三塁になって、鈴木のね、レフト、タイムリー、ツーベース。で、丸ね、またグラブ触る、ダイビング、ちょっとね、ダイビングでも余裕あったけどね、丸なら、取れるっしょ、小さいバット。ね。まあ、大バットじゃん、小さいバット。その後、浅村フォアボール。で、島内がね、スリーラン、ガーッ、一気に行って、あれ、これ一気に行くのかっていうね、ところで、巨人がね、4回裏、若林レフト前ヒット、で、大城ライト前、で、戸郷ね、1サードで、バンド失敗、バーッ。こういったところはバンドちゃんとしないと、セリーグのアドバンテージが、なくなるわけよ。ね。で、その後、松原セカンドフライ。で、ウィーラー初球、スライダー、スリーランホームラン。ぐわーっと。古巣、楽天から。だから、巨人に行った、楽天古巣のね、トレードで行った、ウィーラー高梨がね、この巨人楽天の交流戦、非常に頑張ったんじゃないのかなと。で、楽天5回表、ワンアウト1塁からね、浅村、センターフライ、丸、フェンス、ギリギリ行って、チャンピオンキャッチ。ぐわーっと。できるんだよ、丸は。ね。そんな下手くそじゃないのよ。8-3、ダブルプレー。一塁ランナー飛び出した次、バーッと。あれは、ね、リク、フェンス上がってないよ。ちゃんとキャッチしてる。ね、セカンドベースぐらいで、待っとかなきゃ。あれはね、あれちょっと流れ切る、プレーだったよね。で、まあ、岸ね、ちょっと失点してしまったけど、まあ、登録抹消されたけどね、そんな悪くないような感じがするんだよね。でも、その悪くないと思う中で打たれるっていうことは、ひょっとしたらストレートのキレっていうのがちょっとね、開幕当初に比べたら乗ってないのかもわかんないよね。だからそこで打ち込まれるっていうパターンもあるし、あと7回裏のブセニツね、3安打3四球4失点、ちょっと制球悪い。前回のロッテ戦から、風の影響かなと思ったら、風の影響もなくても、ちょっとね、ストライクボールはっきりしてるし、まあ2度の押し出しね、で松原にね、もう困って真ん中投げてセンターね、前2点タイムリーと、ちょっとロッテ戦と同じパターン、甘くね、もうストライク入りながら、まあ、甘め投げて打たれるっていうね、あの時ロッテ戦はね、中村でしたけども、ちょっとね、中継ぎ陣、松井までつなげていく形がね、どうなのかっていうね、心配になった金曜日でしたね。そして土曜日、5対2、楽天ドリブル、絶好調。ほんと、素晴らしかったよ。解説してたけどね、日本放送で。まっすぐは力強いし、速いし、カーブ、スライダー、フォーク、チェンジアップもキレッキレで完璧。3回まで6三振、これ完封するぞっていうね、流れだったけども、巨人がね、4回裏、ワンアウトからね、吉川、外スラをね、センター前ヒット打って、で、岡本がね、初球のチェンジアップ、ツーラン、スモークがね、ファーストストライクもしっかり振りながら、フォアボール。ここら辺からジャイアンツ打線がね、ファーストストライクから振るようになってきて、で、丸がね、初球セカンドフライ。で、若林、初球のストレート、右中間へのホームラン。で、そして、大城がチェンジアップ、初球ホームランと、3発。
でしかもまあこのねワンアウトっていうウィーラーがね初球サードゴロもね初球この回ほんと初球初球で、まあ、則本がねこれもう調子良すぎてこれはブラックホール入るパターンあるんだよね。調子良すぎてどんどんストライク取りに行ったところ巨人打線に仕留められるっていう。で岡本のチェンジアップと大城のチェンジアップは多分憶測だけどもストレートを狙いに行く中でストレートが結構切れてて、で岡本も一打席目インコースね詰まってショートゴロだったからストレート狙いに行って打ちに行ったけどチェンジアップがちょうど半速球でタイミングがあったっていうね多分パターンじゃないのかなっていうところでねホームランまさかもうえ若林とかえマジでマジでお3本え大城えまたえっていうね多分ね則本も田中もなんで打たれたのか気づいてないと思う。ただ単調になったっていうところはあるけどもそれぐらいもうめちゃくちゃ調子よくてうなってたよ。あれは打てないやろって思いながら見てたら一気に得点してね、この回5得点でそれでね一気に、試合を決めたんだけども、だからこういう時はやっぱキャッチャーがわざとボールから入ってみたりとか意味ないようなことをしてるするのもこういう時は大切なんだよね。そんな意味ないやろっていうことをしてちょっとリズム変えてみたりとか、もうピッチャーもワンエンドツーのワンボールツーストライクの追い込んで三振取りに行く形からね、取りに行くで三振取ってたからね、それで入ってみるとかっていうパターンもちょっと単調になりすぎて、ここがねこういう時こそキャッチャーがねうまくこう手綱をね引いたり出したりしながらね、工夫できればよかったんじゃないのかなと。でもそれぐらいも絶好調、もうねジャイアンツ打線すごかった。でねジャイアンツ先発高橋ねピンチ作るもんね、この5回6回のダブルプレーでねピンチ脱出したのがねまあ大きかったかなと。でもう6回パスボールバーッと、こういう時ミスしたらやられちゃうよかったからいいけどね。でコントロールねインコースのストレートスライダーっていうのも良かったし、アウトコースのチェンジアップもね非常に良かったね。この粘り強いピッチングっていうのが非常に生きたんじゃないのかなと。でまた守備でも6回表ノーアウト2塁から浅村センターフライ丸ダイビングキャッチグーッね、25日はポロポロしましたけど、そっからねやればできるいいプレーを見せてね、そのあれもねひょっとして落としたりもしくはポンってなってたらねそのままっていうところでねあったかもわからないところをまあ素晴らしい、プレーでしたし、まあ、楽天はね8回ワンアウトから辰巳フォアボールで、ね、鈴木レフト前ね、でここでねピッチャー交代鍵谷ね、で浅村フォアボール でここで高梨で満塁から島内レフトライナーグーッよかったよねあのバッティングね。でももう正面もうハードラックアンラッキーバッティングは完璧で、その後岡島サードゴロと高梨グーッチガッツポーズ、ね、このもう最近ジャイアンツはこの小刻みのリレーが、まあ、いい形でねうまくはまってるなっていうところもあって、まあ、素晴らしい系統、まあ、楽天は全体的にねチャンスで1本出なかったかなっていうね印象がありましたね。でその 2連敗に迎えてね、昨日27日、2対0完封勝ち、ね、楽天滝田がねもう言うことなしもうグッツまっすぐスライダーでホークがねブリ落ちなんちゅうのヒーローインタビューでもね滝中言ってましたけどホークが良かったっていうね、でそれぐらいねいいところに落としてたと。で5回ね2アウトから岡島ねピッチャーゴロ悪送球横がねバーッとチャンネルでアウトよ。でもねこの後にスーパープレイ吉川がそのピッチャーゴロを回り込んでダイレクトで取るっていう、これね映像あったらぜひ見てもらいたい。あのバックアップはすごいよ。まあ、その後ろにもね、ライト来てたけども、あのピッチャーゴロの一塁線上を投げて、スモーク取れなくて、冒頭で、その後後ろですよ、吉川取るって、あれはいいですね。あれね、ファインプレー。グッド。ビッググッ。あれね、まあ、別にね、失点に絡んでるわけじゃないけども、あれはね、ぜひ見てもらいたいし、アマチュア野球関係者の皆さん、ああいうのはね、ぜひ真似してもらいたい。吉川のスーパープレー。で、それでね、その後、村林センター前。これね、若林。取れたっしょ、まあ、エラーみたいなもんだよね。でその後浅村タイムリーと、だからジャイアンツもったいないね、この1点は防げたよね、ね追加点。まあでもね結局ジャイアンツ打線3安打なんでね、まあ今日はお休みかなっていうところと、まあね滝中頑張ったかなと。であとまあその時ね、まあ、リリーフねちょっとバタバタしてたけども、この27日はねしっかり酒井、孫、松井とね、1回ずつ全員ノーヒットでね抑えたっていうところはねいいな。こうだから後ろはもうちょっとカチッとね、楽天も決まればねいい形になるけど、ちょっとね福山だったりとか武勢につちょっとバランスね悪くてっていうところは今ね再編成中かなっていうところありますよね。あと巨人横が5回ね、4安打6三振1失球2失点自責点1っていうね、でまあ、真っ直ぐカットスライダーカーブフォークと、まあ球持ちいいね、ゆっくりしたフォームで球持ちよく投げてるんで、まあ先発も苦しい中ね、まあ5回でしたけど、まあ負けはしましたけどね、非常に未来に向けていいピッチングだったなと思いますし、早めにね次回登板もねまた見たいなっていうね感覚になりましたね。ということで結果、2勝
1敗で巨人の勝ち越しでした。続いて、DeNA でオリックス。25日10対3で DeNA、26日14対5でオリックス、そして27日11対8で DeNA、2勝1敗で DeNA が勝ち越したけど、なんだこの試合っていうね、すごいなっていう試合っていうところで、もうね、こういう試合になるとなかなか解説するところがないんだけども、もう本当ね、短くなってね、申し訳ないなっていう気持ちですけども、こういう試合は逆にキーポイントとかなんとかっていうのはね、なかなかないっていうね、こういう配球しとけばよかったってね、それも全体に打たれたらもう配球もクソもないっていうね。で、まあ25日ね、10対3で DeNA が勝ち。DeNA はね、2回裏宮崎ツーラン、山本ソロ、4回裏外ツーラン、5回裏佐野ツーラン、外ソロとね、いった形で、5本塁打。ね。だから山岡ね、先発、オリックス。まあ珍しく球全体が高くて、ストレートも変化球もちょっと真ん中にね、集まって高いっていうところで、まあ4回でね、5失点。で、3ホーマー。で、オリックスの投手陣全体的にね、球高かったかなと。27日の昨日の試合もね、外に高め行ってそこホームラン打たれて、まあ打った外もすごいけどね、あそこ打たれてるとちょっと力ないなって思っちゃうね。で、26日ね、5対14でオリックスの勝ち。この DeNA ね、ちょっとね、ひどいところがいっぱいある。解説してた、林はすごい優しく解説してたけども、ちょっとね、ひどいね。初回、大抜き、ね、打者吉田ね、足元の後ろに抜けるワイルドピッチ。で、ワンアウト二塁になって、センター前タイムリーってね。あのワイルドピッチはキャッチャー取れないからね。で、2回、ワンアウト1、3塁で、ロメロのね、打球、サード、ホーム、フィルダーチョイス、宮崎。え、楽々セーフだったじゃん。あれ、まあ、ゲッツーか、もしくは取れないんだったらもう一つだよね。キャッチャーもうホーム捨ててたしね。で、2アウト満塁になって、もやのセンターフライ、桑原、落球ってね。で、4回、2アウト1、2塁で、伏見のスリーベース。これセンター、上里ね、フェンス際グラブ、普通にグラブ当たってたよね。フェンスじゃなくて。で、それポロンとしてスリーベース。で、8回ね、ミネイパスボールって。もう、守備陣、バーッてです。ちょっと、判断とかね、簡単なことをちょっとミスしすぎたなと。その中でしろ、9回、ホームラン、プロ初、グッツ、ナイスバッティン、ね。これを活かして、守備ではね、ミスありましたけども、これをね、いい経験にして、大きく育っていってもらいたいなと。でね、27日、18、11対8、もう打ち合いです。もう、こういう試合は、正直、解説、評論、しようがないです。強いて言ったらね、まあ、外がね、何本ホームラン打ったんやっていうね、この、3連戦で。まあ、でもね、これが交流戦。もう戦わなくてもいいから、もう、勝ち逃げ、負け逃げです。何の勉強もしなくてもいいし、何の反省も、正直、オリックスはね、DeNA。DeNA はオリックスに対してしなくてもいいっていう。だからまた新たな気持ちでね、次戦いに行く必要があるんですけど、すんごい試合でしたね。だって DeNA が3試合で、26点。で、オリックスが3試合で25点。でも結果、DeNA2 勝1敗で勝ち越し。これね、どんな試合だったとしても、やっぱ勝ち越すのがね、大事なのよ。こういったところを勝ち越して、あとは修正しなきゃ、その確認、ミスっていうところを修正して、次のところで持ち込んでいくんで、まあこういったね、試合で勝ち越した DeNA っていうのはね、いい形で、これをね、交流戦、一気に下克上っていうね、この一気にね、DeNA2019 年か、もうラミレス監督の時にね、DeNA 入る、交流戦入る前にね、ラビレス監督、こうですかっていうね、ニュースがいっぱい出たけども、交流戦で確か4位、で、セリーグで2位に入って、一気にね、まくっていって、で、結果ね、A クラスに入るっていうシーズンでしたし、それがね、ひょっとしたら大爆発で、ね、あるんじゃないのかっていうね、期待したいところですし、オリックスはね、ここいい感じで、ここ踏ん張っとかないとね、A クラスにまだ手が届くところにいるんで、ちょっとここ踏ん張りどころかなと思いましたね。結果、2勝1敗で DeNA の勝ち越しでした。続いて、中日対ソフトバンク。25日2対0中日、そして26日4対3で中日、そして27日3対3で引き分け、2勝1分けで中日の勝ち越し。現在中日交流戦1位でございます。ソフトバンク開幕3戦で勝ち星なし、交流戦始まって以来初っていうね、試合になりましたけども、まあ、25日で2対0で中日の勝ち。まあ、中日柳ね、7回121球、6安打6三振、2四球無失点、まっすぐカット、縦スラ、チェンジアップ、カーブ、どのカウントでも制球よく投げれて、まあ、これだとやっぱりね、ソフトバンク打線ね、ちょっと的絞りきれず、結局ね、初回、2アウト1塁でね、中村がストレート三振、ここぐらい、チャンスも、ソフトバンクね。だから逆に言うと柳ね、ピンチ、ここぐらい。で、8回ね、福、9回、又吉がね、しっかり踏ん張って、勝ち切ったかな。あの柳のピッチング、やっぱ素晴らしかったね。不明の制球っていうところで、まあ、こういったところでね、まあ、エース格がしっかり勝っていくと、ドラゴンともね、このカードの初戦、乗っていきやすいんじゃないのかと。で、ソフトバンク武田ね、2失点したけども、5ピッチ。ね、非常に、いいピッチングだったかな。ちょっと打線のね、援護がなかったっていうところがね、まあ、痛かったっていうね。で、まあ、中日ね、3回裏、ワンアウト1、3塁で、福田の、ライトへのツーベース。で、送球間に3塁行きましたけども、ここの1打点。で、1塁ランナー、三ツ俣が本塁アウト。ね。で、リクエスト。で、判定に、が変わらず、アウトのままでしたけども、ビデオ。まあね。
タッチしてないようには見える。なんか感じ的に。でも、ビデオのね、中で絶対タッチしてないっていう映像がない。これじゃ判定がね、変わらないんだよね。こういったところがね、またビデオ判定の難しいですけど、これはね、審判団もどうしようもない。だって、絶対、で、俺らが見てる映像と審判の人が見てる映像が一緒だから、その中で、やっぱり確実にタッチしてない映像があれば、セーフだけども、まあこれは仕方ないね。しかしよ、その後、2アウト3塁になって、ビシエドのタイムリー、ガーッ。この1点が非常に大きかった。こうなった時のその次ね、1点しっかり取るっていうのはね、非常に試合展開的には大きかったかなと。で、結局ね、まあピッチャー陣踏ん張ったけども、この1点もね、すごいチームの、とっては大きくて、2対0で勝ち。で、26日ね、4対3で中日の勝ちだけども、ソフトバンク初回ね、いい形で先制。まあ、川島ね、ライト前、で、今宮バントで送って、栗原ね、ライトにタイムリーツーベース、よし、今日点取って、行くぞーっていう中でね、まあ、中日大笠原ね、ちょっと立ち上がりが、制球が悪く、高く入って甘めに入って、若干ね、立ち上がり、状態悪かったけども、もうね、このね、ソフトバンクのもうキーポイントは、3回、4回、ね、もう3回、2アウトからだけども、今宮レフト前、で、栗原センター前で、こう、柳田セカンドゴロ。で、4回に、中村フォアボール、マサゴがサード内野安打。ビジェードがね、一瞬セカンド見て投げようと思ったことによって、で、あ、無理や、ファースト。で、小笠原ベースカバー遅れてる、みたいなね。まあ、大きなミスじゃないけど、こうね、バランスとか、こう、タイミングのずれっていうところでセーフになって、で、回、バンド失敗、バーッと。ここしっかり。このバンド失敗はね、ちょっとチーム、試合の流れとしては大きかったね。で、その後松田が 5-4-3 ダブルプレイ。このね、3回4回にどっちでもいいから点を取っていれば、ひょっとしたら流れが変わって勝てたかもわからないところで、このね、得点できなかったところがソフトバンクとしては痛かったね。逆に、小笠原ね、ここで一気に立ち直っていけたっていうのは非常に大きかったかなと。で、中日ね、6回裏、1対1の同点からね、大島が、センター、スリーベース打って、で、三松三振、福田三振、で、ツーアウト三塁になって、ビシエドのライト前タイムリー、ガーッと。このビシエドのね、この火曜日、水曜日のここぞの一本っていうのがね、なかなかドラゴンでね、チャンス作るも一本出なかったところが、交流戦入ってね、欲しいところで一本っていうところがね、出てるところが、この接戦のね、勝ち切ってるっていうね、ところかなと。その後、高橋、ライト前、安倍フォアボールで、木下、センター前、ガーッと。こうね、この繋がり流れっていうところがね、非常に、2アウトからでも攻撃の破壊力素晴らしいんじゃないのかなと。で、8回表ね、ピッチャー、藤島になって、柳田が同点、レフトへツーラン。レフトへ引っ張る。ね、見事なバッティング。あっと。これで、一気にソフトバンク、いい流れができていくかなっていうね、ところでしたけども、中日8回裏、ワンアウトから、ワンボールワンストライクから、阿部、レフトへ、ホームラン。ね、インコーストレート。あれ完全に狙われたね。カットボール、カットストライクで、で、インコースストレートホームラン。もう完全開き切って、もうあれはね、阿部の読み勝ち。グーッと。ね。完全に、配球読まれたかなと。こうなってくると、やっぱモイネロ不在が痛いよね。本当だったら岩崎を8回にね、投げさせてから9回モイネロっていうパターンで、岩崎出せずっていうね、このやっぱモイネロ不在が痛かった26日かなと。あとやっぱりね、8回表、ダイソー、周東が、福田の牽制、タッチアウト。ちょっとね、開き気味にするけど足まっすぐ出しての牽制逆疲れて、あれもちょっと流れのね、リズムを切るっていうところでは非常に痛い牽制アウトに、ね、なりましたね。そして、27日3対3の引き分けね、中日ピッチャー勝野、立ち上がりはね3失点して、ちょっとね、制球が甘め、そしてちょっと高めっていうところにねなったけども、尻上がりにね、非常に状態を上げていって、まあ、まっすぐ方向はね、特に低めに行って、グッピッチ。ね。まあ、2回以降ね、ヒット2本しか打たれてないっていうところでよくね、初回3失点したけども、よく踏ん張れたかなと。逆にね、ソフトバンクはそっから後のね、追加点がね、まあ、欲しかったかなと。で、ソフトバンク4回裏ね、勝谷、フォアボールでホームラン、木下にね、2ボール1ストライクからインコースね、ボールできてインコース続けたところがね、もうストライク取るのに苦労して、甘みに入ったところを木下にだと、パーンって放り込まれて、木下くん。ここがまたね、ちょっとソフトバンク投手陣とね、悪い癖が出てきて、フォアボール、パーンっていうね。で、中日、6回ね、中村フォアボール、回ライト前。で、2アウト1、3塁で、ドラゴンズ、ピッチャー思い切って交代、谷本。で、マッチがね、セカンドゴロ、グワッて。この思い切って変わったことによっての谷本のね、非常に、素晴らしい救援、良かったかなと。あとやっぱりね、救援で言えばね、やっぱ中日、8回に投げて、ね、橋本、ガーッツ、ナイスピッチング、栗原ね、三振取って、柳田、
ファーストゴロ、中村ショートゴロと、中村セカンドゴロと、非常に素晴らしい球宴。まあね、ちょっとね、このソビエフクマルティネスっていうのが今年ちょっと崩れかかっているところで、マルティネスがいなくなって、で、最後またよし、橋本、谷本、ね、いい形で抑えれたんじゃないのかなと。まあしっかりね、引き分けに持ち込めたっていうところは大きいですけども、まあ、ホークスがね、勝てなかったっていうところも、ちょっと打線ね、苦しんでる。この3試合でね、6得点っていうところでね、ちょっと苦しんでるかなっていうね、今後ソフトバンク交流戦、絶好調の交流戦、どうなるのかっていうところをね、期待し、ドラゴンズ首位、一気にまくっていくのか、ね、期待したいですね。結果、2勝1分けで、中日の勝ち越しでした。続いて、阪神対ロッテ、25日3対5でロッテ、26日3対2で阪神、そして21日4対6でロッテ、ロッテの2勝1敗で勝ち越しっていうね、形になりましたけども、首位阪神どうしたっていうね、形で、25日ね、5対3でロッテ。まあ、阪神ね、西、初回ね、ワンアウト1、3塁で、1塁牽制悪送球ね、こうタイムリーエラーになって、まあ、牽制うまいのにね、どうしたんだろうね、バッと。ね、ちょっと焦りだったからかな。まあ、結果ね、でも7回108球、7安打8三振、無四球2失点。まあ、シュートをね、しっかりインコース使って、で、フォークボール、低めとかね、スライダーっていうね、横、縦の攻め方、非常に良かったんじゃないかなと。その分だけにね、まあ、初回ね、あれ、牽制悪送球なかったも、その後犠牲フライ打たれて、1点取られたかもしれないし、シュートでね、ゲッツーっていうところもあったかもしれないんで、まあね、まあ、牽制暴投しなくても1点取られたかもしれないけども、まあ、あそこはね、西の能力だったら、あれはしっかりやんなきゃいけないかなとね、思いましたね。で、ロッテ二木、3回裏ね、ワンアウト一塁で、マルテにね、フォークボールホームラン。で、ツーアウトからね、サンズにスライダーホームランと。マルテにはツーボールツーストライクからフォーク。で、サンズにはね、ワンストライクからスライダー。そんなに悪くなかったけどね、それはまあ、ちょっと甘くなったって言ったら、まあ、そりゃそうかもしれないけども、そんなビタビタ投げれないしね。で、マルテのフォークボールっていうのも非常にいい高さにね、投げてたし、まあ、サンズのね、スライダーが、まあ、ワンストライク取ってんだから、もうちょっと、あの、コースだったらもうちょっと低いとか、あの高さだったらもうちょっとコース狙ってもいいかなっていうところはあるけども、まあ、これは打った二人がね、素晴らしかったっていう、ところはあるですね。あと、7回表ね、ワンアウトから角中がライト前、で、藤岡、エンドランでレフト前、ね、で、代打、鳥谷、グワーッと、ライト前タイムリー、この1点、ね、大きかったね。もう甲子園が全員、阪神のことを応援するのを忘れて、全員が鳥谷を応援するっていうね、で、打ったことによって、まあ、あれもね、鳥谷の、まあ、阪神でのね、貢献度のあったね、感じかなと。で、その後ね、代打山口、6、4、3、ダブルプレー。ね、シュート、シュート、シュート、チェンジアップでね、ここがね、しっかり投げてね、ここでパッパーンってね、行きたかったとこだけど、まあ、ここ踏ん張ったかなと。でも鳥谷ね、グッチ、ナイスバッティング。ね、で、阪神6回裏、ワンアウトからね、サンズレフト前。で、佐藤のピッチャーゴロ、大峰ね、ダブルプレーだったのに、センター冒頭、バーッと。普通のダブルプレーだったよ、あれは。ね、ああいうところをしっかりしなきゃ。ね。で、その後、梅野、4、6、3、ダブルプレー。ね。得点圏打率1位。この3連戦、梅野が状態絶不調だったね。ちょっとタイミングがね、合ってない感じで。ここも、やっぱり阪神がね、やっぱこれまでの勝ちが、やっぱり梅野のね、まあ梅野一人じゃないけども、この梅野の得点圏打率1位のこの打率、打点の稼ぎでね、阪神が勝ってきてたっていうところもね、もう大きかったっていうのが、この3連戦ね、梅野の状態が上がらないっていうところの、負け越しっていうね、ところに繋がってんじゃないのかなと。で、8回ね、ピッチャー、岩崎、荻野に、このね、勝ってる状態でレフト前ヒット。で、マーティン、ツーボール、ツーストライクからスライダー、肩口からど真ん中入ってきて、パコもう、ビッグライ、マーティンさんっていうね、ホームランで逆転。で、中村、スリーツーからね、チェンジアップ、センターへ、ツーベース。で、ピッチャー交代、岩佐、ね。で、岡バード失敗、バーって、こう、きっちり決めとかなきゃ、岡。ね、しかし、レアードがね、フォーク、ワンアウト3からスリーボール、ツーストライク、レフトへ、タイムリーツーベース、レアード、グッチ。やっぱこのマーティン、レアードが、連なって長打打ち出すと、ちょっと止められないよね。逆に、阪神はね、この勝ちパターン、岩崎って来てる中でね、この逆転されたっていうのは、ちょっといつもとね、違うリズムでバタバタしちゃうのかなっていうね、予感がしましたけどね。で、ロッテはね、7回裏、ピッチャー佐々木千早ね、ストレート進化、非常にいい形になって4勝目。勝ち運ある。勝ち運に行く。パワープロで得の絶対つきます。はい。でね、まあ、荻野が5打数2安打、マーティン4打数1安打、ホームラン1本ね。で、中村は5打数3安打と、ここがしっかり得点源になってくるところもね、勝負どころのパーンっていうね、逆転につながったかなというところありますよね。そして26日、3対2で阪神の勝ち。ね、阪神ね、秋山、立ち上がりね、ちょっと制球定まる、ちょっと状態悪いかなと思いましたけども、まあ、2回ね、ワンアウトからレアードにね、レフト前ヒット。これ内野がちょっとコミュニケーション不足のお見合い、
で落として、で角中ね三振するけどもワイルドピッチね、ちょっと梅ちゃんねバッティングの状態悪いから守備にもねちょっと悪影響も来てんのかなと。ツーアウト二塁から藤岡ね、レフトフライ、ここがねでもキーポイント、ここでロッテが先制しとければちょっとしたら流れ変わってたかもわかんないけど、秋山のね立ち上がりが悪かっただけに、でもそれ以降ね尻上がりに状態良くなって8回106球3安打6三振無四球1失点と非常に踏ん張った秋山グッピッチ、この2回の立ち上がりのちょっと制球定まらないところでポーンっていってればね、勝ってたかなっていうね、ロッテにとったらキーポイントだったかなと。で阪神ね攻撃非常にね足を使ったグッね、いい形の攻撃ができたんじゃないのかなと。3回裏ね、小畑フォアボール出て、秋山バント、グーッと。秋山2回バント、グーッと。やっぱバッティングのいい選手っていうのは、バントもうまいし、バントもうまい選手はバッティングいいよね。で、その後ね、近本が、左中間を抜けるタイムリーツーベース、ワイルドピッチ、佐藤止めれます。ちょっと多いね、ブロッキング失敗、止めれないね、止めれます。これ教えなきゃ、ちゃんとね。で、ワンアウト3塁から、中野がね、レフトへ、犠牲フライ。ここで、ね、定位置、若干ちょっと前ぐらいでしたけど、近本の足グッチ、ね、楽勝でホームセーフ。ね。で、5回裏ね、小畑は今度、セカンドまた内野安打、ラケアンバント、グッチ。で、近本、センターフライ。これ2塁ランナー小畑ね、3塁へ、タッチアップ、グッチ。あれも、定位置ぐらいだったけどね、そんな別に簡単にタッチアップできるようなところじゃなかったけども、しっかりで、ね、タッチアップして3塁行ったことによって、中野のね、ライト線、ね、ツーベース、グワーッと。しかもこれもね、セカンドで高走塁、グワーッと。このね、足、非常にいいね、この相手の隙を突く、もしくはね、行けるとこ行くっていう、このね、足でね、掴んだ得点って言っても過言じゃないんで、足で絡め取ったね、この26日の試合だったんじゃないでしょうかね、タイガースはね。で、阪神ね、勝ったけどね、ちょっと気になる守備、ね。まあ、2回ね、先ほど言った内外野のお見合い。で、8回ね、中野、ダイビング、玉際ね、あれできるかどうかがね、こうなってくるだからね、そこで失点。で、9回江越ね、こいつ、下からの失点。ね。で、ワールドピッチ2回と。ちょっと気になるね、勝ったけどね。まあ、そういったところはちょっとずつ修正していかないと、それがね、守備のミスっていうのが負けにつながるんじゃないかなっていうね、書いてた翌日の27日にその負けでね、エラーで、失点でね、負けにつながっちゃうっていうね。ロッテね、佐々木朗希。まあね、勝ち投手になりましたけども、まあ、全体的に前回の西武戦とそんなに変わらなかったですね。で、盗塁もね、されましたけど、まあ、盗塁されないようにっていうところでね、クイックをいきなり早くこの10日間でできるとも思えないし、タイミング間合いっていうところもそこまで多分考えられなきゃいけない。その中で一番考えようとして取り組んできたところが、多分牽制の投げる球、西武戦はね、そのゆっくり投げてたから、そこを早く投げようっていうところをね、修正して、早く投げたんだよね。そしたらいきなり早く投げすぎて、ほぼ全力で投げてたからね、レアード反応できず後ろ反らすっていうね、レアードバーッと。ね。まあだから、まだ、そこら辺はまあまだ修正しきれてないんだろうなっていうね、そこを修正ポイントに上げてるぐらいだったら大きくは改善できないのかなと。で、まあ、全体的にやっぱり変化球の精度は悪かったかなと、スライダー、フォークボールっていうところでね、やっぱストライク先行して有利なカウント、初球とか、ワンストライク後、まあ平行カウントでもワンワン。2-0、2-1っていう、まあ、言っても2-2。平行カウントまでが、まあ、変化球を使えても、ボール先行とか、ボールがつながる、まあ、3ボールになっちゃう、2ボール、1ストライク、ボール先行していくと、もうストレート頼みにならなきゃいけないっていうところは、ちょっと配球の中では苦しかったかなと。いうところもありますし、まあ、インコースね、左バッターに対するインコースはいいところ投げてましたけども、まあ、それでもまだ数少ないっていうところと、右バッターに対するインコースは逆球以外ほぼなくて、一回行った時にね、思いっきり引っ掛けて、ワンパンになりましたけども、まあ、二軍の試合でも結構右バッターのインコース狙って、バッターの頭の上通ったりとか、デッドボール当てたりっていうところで制球がね、できてないっていう、二軍でもあったんで、ちょっとここら辺はね、ちょっと修正していかないと、いけないかなと。まあそれでね、まあ前回もそうですけども、まあ19歳、こんだけ投げれたら十分やろうってね、いう意見もあるかもわかんないですけども、まあもちろんそれでね、いい形の、階段は歩んでいってるなっていうところはありますけども、やはり、一軍っていうのは試合に勝っていく場なので、まあ最初はね、あったかい目で見ますけど、これもう何回も投げていればね、もう19歳だろうが、40歳だろうが、若手だろうが、ベテランだろうが、実績あろうが、なかろうが、全員フラットの目線で、一軍の戦力として、一軍の投手として評価していくっていうのが、俺はもう真っ当な評価だと思うから、そこはもう、下駄外して、佐々木的には、他のね、じゃあ、巨人、阪神の西とか、秋山とか、ね、山本由伸とか、同じフィールド上で評価していきたいと思いますよね。まあその佐々木のね
19歳、2年目、去年1回も投げてないというところで言えば、まあ、いい形のピッチングだったかなというところもありますけども、まあ、今後ね、彼がもっと大きくなっていく上では、やっぱり変化球の制球力っていうのは非常に、悪かったかなと。でも困ったらストレート投げていくしかないんで、それを投げ込んでいって、まあまだね、154キロ、昨日マックス出てましたけど、まあそこで力があるっていうところと、まああとは阪神がね、初対戦っていう中でね、ちょっと戸惑いもあって、あとね、いい形で打たれてて、それがまあ正面ついたっていうのもね、結構あったんで、まあタイガースの打ち損じっていうところもね、あったかなっていう中で、まあこれをね、投げていけばいくほど、相手に情報が出てくるんで、あ、これボール先行したらもうまっすぐしかないぜ。しかも右バッターインコースねから思い切って踏み込んでいこうぐらいになってくると、もうどんどん通打されていくっていう形になるんで、まあそこら辺は今後のね、課題として修正していかなきゃいけないポイントだったかなと、思います。あとキャッチャー佐藤ね、パスボール、ワイルドピッチ、で盗塁されたら、もうされるのは俺はいいと思うんだけど、まあまたショートバウンド投げて、ちょっと全体的にミスが、ね、多いし、ミスの許容範囲がちょっと超えてるから、ここはコーチも含めてもうちょっと指導していかないと、まあ、構え方からちょっと変えていかないと、全体的にこのバランスっていうのかがね、連動性がちょっとできてないんじゃないのかなって見てて、思いましたね。あとまあこの試合ね、アルカンタラね、フォアボールは出せないけども、やっぱりちょっと真ん中に集まりすぎるっていうところでね、ちょっと痛打されちゃったかなと。でまあロッテはね、角中がね、得点のキープレイヤーにね、最近なってて、いたランナーを返して自分が出てね、それを返ってくるっていうね、非常にいい形、だったんじゃないのかなと。あと阪神はね、やっぱり6回ね、表、先ほど言いましたけども、2アウト、2塁から藤岡のね、ファーストゴロ、回るってね、よく取った。あ、取ったまでは行く。ね。で、そこでファースト投げようとして足が滑ってね、で、無理やり投げたところで、焦ったね、あれはね。で、岩佐が入りきれてなくて、ボールが先投下して、で、タイムレーラーになって、セカンドランナー帰ってくるって。あそこでやらなきゃいけなかったことは、2つ。もう一回体勢を立て直して、しっかり立ってから投げる。万が一セーフでもミスをしないように。で、もう一つ取れたのは、もう投げない。ツーアウト、二塁。タイムリーエラーは1点入る。投げないで、一三塁でもうワンチャンスにかけるっていうのを取った方が良くて、もう全体的に慌てて暴投。これがね、タイムリーエラーになって、ちょっと勝負を分けちゃったかなと。あとね、ロッテは守備。3回裏ね、中野フォアボール。でね、レアードのその牽制のね、先ほど言った佐々木朗希の速い牽制、いきなり投げたからびっくりして反応して取れなくてね。で、その後、佐藤ね、先ほども言いましたけど、カットボール逆球になってパスボール。で、サンドがライト前っていうところでね、もうちょっとね、ミス。佐々木が投げた時のミスがね、ちょっと目立つっていうところと、佐藤がもっとやらなきゃいけないのは、ちょっとミスの許容範囲をもっと確認しとくっていうね、フォークボールなんて昨日見てても、もう引っ掛け気味のワンパンしかないんだから、体重右足にかけるとか、もう抜けてフォークはないから引っ掛け気味のところのイメージをして、ミスの許容範囲を知って、相手がミスした時にそれをカバーできるかどうかっていうのも非常に大事だから、ちょっと見てたらこのね、ミスの許容範囲の理解がちょっと薄いんじゃないのかなっていうところには見えましたね。まあでも結局ね、佐々木が勝ち運持ってるね。前回もそうだけどもね、今回も降板する予定だったけど逆転してくれるっていうね、そういったところ、まあ初勝利もあってね、まあいろいろ課題はありますけど、佐々木朗希、初勝利、ガーッツ。ね。で、まあ結果ね、2勝1敗でロッテの勝ち越しでした。続いて、ヤクルト対日本ハム。25日2対4で日本ハム。26日4対3でヤクルト。そして21日5対2でヤクルト。ヤクルトの2勝1敗で勝ち越し。日本ハム、25日4対2でね、勝ち。噂はね、6回97球、3安打4三振、2四球、1失点。ね。勝負どころ。要所でこのね、低くいって、ガッツ。ナイスピッチ。ちょっと高めもね、あったけど、この要所の低め。これもね、ピッチャー大事なのよ。ずっと低めってなかなか難しいじゃん。でも勝負どころとか、要所でパッパーンって低めに行って、制球をして、失点を許さない。大量失点を許さないっていうね。この強弱、メリハリっていうのはね、25日の噂、グッ非常にできたかなと。ヤクルトね、3回裏、2アウト満塁。村上の、セカンドゴロ。この時もね、この噂がストレート方向しっかり低めに投げ切ることによって、抑えてんだよ。だってその場で、西浦センター前、塩見フォアボール、山田フォアボールでピンチ作ってるから、そこら辺ちょっとばらけてるけども、勝負どころ。こういうところ、しっかりできてるから。ね。で、日本もね、3回表、ワンアウトからね、磯端レフト、ツーベース。で、平沼、セカンドゴロ。西川、デッドボールで、ツーアウト一三塁になって、ワンボールからの、ランエンドヒットの形になって、レフト前。これ、ランナー走ってなかったら、多分、ショートね、正面ぐらいだった。それがね、ショート入って、もしくはショートライナーかなぐらいだったかな。それがレフト前入って、こう作戦ね、生きたね。で、ツーアウト一三塁になって、渡辺がね、ワンストライクからライトへ、グワッと。これなんかこう、磯端西川のこの連動、今すごいね。また磯端が塁出るしね、連動が日本ハムのね、非常にいい形にね、作れてるんじゃないのかなと。ヤクルトはね、5回裏、塩見、ツーボールからね、思いっきりフルスイングでレフトホームラン、グワッと。ね。あの思いっきりやっぱ大事よ。
やっぱりね、打てるっていうね、こう狙い目っていうところでね、しっかりフルスイングしていくことによって、今度ね、同じ状況になったら、振ってくるよって言ってフォアボールになる。フォアボールになったら足も使えるっていうね、相乗効果で良くなってくるんで、ああいうのね、非常に素晴らしい積極的なバッティングでしたね。ニンジパンもね、ワンアウト、一塁から、磯畑ね、ワンボールから、ランエンドヒットでセンター前、平山、ワンアウト、一、二塁からね、ファースト強襲、ね、あ、押すな、あれは無理だね。で、1点入って、で、ワンアウト、一、三塁、西川、レフト、犠牲フライ、グッて。こういう細かいところ、これあの何回か書いてなかったから、ちょっと待って、何回なんだろう。7回だね。7回のことだね。1、1塁。浅間がね、あの、フォアボールになって、で、磯畑センター迷って、平沼がね、ファースト、タイムリーね、内野安打。7回表の話でした。何回って書いてなくて、ちょっとわかんなくて。でね、西川、こう犠牲フライね。こういったところのね、こう、そつないプレー。磯畑西川の連動、グワッチ。ね。ヤクルトはね、8回裏、2アウト2塁からピッチャー堀になって、あ村上。すっぽ抜けでワイルドピッチもバーッとめっちゃすっぽ抜けてたよ。で、フォアボール。で、オスナフォアボール。で、青木、ね、ここワイルドピッチ。これね、キャッチャー取れない。無理よ。ベースの打席の前の線より前にワンパンしてたから、あれも右手、もうグラブ伸ばして必死で止めに行くしかないから、あれはもう取れない。で、青木もフォアボール。で、ピッチャー交代玉井。で、サンタナ、サードゴロ。スリーツーからカットボール。グーッ。最後もうギリギリだったね。もう逆転されてもおかしくない状態で、玉井ね、グーッ。ギリギリ踏ん張った。ね。ヤクルト金久保ね、ストレートも走ってて、非常にね、グッピッチ、良かったんじゃないのかなと、まあ当たってからね、ってなりましたけども、まあ、いい形のね、ピッチング、まあ、チームはね、勝てませんでしたけども、いい形のピッチングはできてるんじゃないのかなと、思いましたね。26日、4対3でヤクルトの勝ち、ね、日本ハムもね、足でかき回して、初回速攻という形で、磯畑がね、ライト前で盗塁、で、高浜がバントで送って、西川フォアボールで盗塁、で、ワンアウト2、3塁で、渡辺のサードゴロで1点取ると。結局ね、ヒット1本で、で、盗塁2つでね、1点取る。まあ、こういったね、試合がもう、日本ハムはね、まあ、勝負どころになってくるんじゃないのかなと。で、ヤクルトもね、初回、今度一発攻勢で逆転。ね、塩見がね、ストレートレフト前。で、中村カットボールレフト前。で、山田がね、ストレート、逆球のね、甘めに入ったところ、スリーラン。グワッツ。相手が足でなんとか1点取ったところ、バカーンでね、逆転っていうね、非常にいいヤクルトはね、流れでしたね。で、日本もね、加藤、ちょっとね、逆球多くて、制球定まらず、見てる、今年ずっと見てる中では、ちょっと一番調子、状態悪かったんじゃないのかなと、まあ3回で降板しましたけども、非常にらしくない、ちょっとね、制球に苦しむ、甘めに入るっていうね、形で、ちょっとピッチング自体ね、悪かったかなと。しかしね、加藤、バッティング、グッと。ね、3回表先頭ね、カットセンター前打って、で、ツーアウトまで行って、ツーアウト1塁になって、渡辺のね、ライト前で1打点、ね、グッツ。パリーグの選手ね、こう打つのよ。だからセリーグもこうやってやっていかなきゃね、いけないよね。で、まあ、青木、日米通算2500本安打、史上4人目、グッツ。非常にね、素晴らしい。で、ロニー・ロドリゲス、来日後、6回表、グッツ。でもよ、全体的に見て、ロドリゲス、めっちゃ動くやん。打席の中でこの打ちに行くときも足踏みしながら、あれでいけんのかなってすごい思っちゃう。なんかこう目でもあれでやってたんだもんね、アメリカでも。どうなんだろうね、すごいあれが心配。あの動きの中でこの変化に対応できるのかなっていうねところのちょっと不安がありますけども、またおいおい見ていきましょう。で、27日5対2でね、ヤクルトの勝ち。奥川ね、1、2回、まあ初回2回で1失点ずつで2失点しましたけども、非常にスライダーグッと、スライダー良かったね。この左バッターの外裏、インコースへの外裏、右バッターの外へのスライダーっていうね。スライダー、非常に、安定的に良かったんじゃないのかなと。で、6回96球、6安打9三振、1つのフォアボールで2失点。まあ、あと1個でね、2桁奪三振っていうところで、まあ、奥川ね、佐々木が、同じ日にね、2人が勝つっていうところで、もしこのままいけばね、ローテーション、奥川は多分崩さないでしょうけど、佐々木が崩さなければ、奥川、佐々木をね、投げ合いっていうところもね、あるかもわかんないですね。で、3回裏、塩見ね、スライダー、ホームラン。ね。これ1打席目もスライダー思いっきり引っ張ってヒット打ってるから、変化球タイミング合ってそうなところでこの変化球いったのがね、ちょっともったいなかったかなと。でね、ニッパーム、守備、バーッと。ね。ヤクルト5回裏、ワンアウトからね、奥川、セカンドゴロ、ロドリゲス。取っただけでアウトなのにね、捕球ミスで、失礼。奥川、グワッと。走り、全力疾走、非常に素晴らしかったんじゃないのかなと。でね、塩見、レフト前ヒット。平沼サード、これ取れたよね。まあ、結果ヒットだけどね。で、その後、元山が三塁ゴロ打って、ツーアウト二三塁、山田、レフト前2点タイムリー、ショート石井。まあ、難しいけど、飛べれるよね。だから1失点で収まったかもわかんないよね。取っても山田の足で、でもどうなんやろうっていうね、まだ足も不安あるだろうっていうところでファーストに投げて、セーフの内野安打の可能性もあるけども、アウトになった可能性もある。あれでも取れたよね。まあ、雨でちょっとね、スリッピーになったかもわかんないけども、ああいうのを、
取っていかないと、イニング、ちょっと3つのね、守備の、まあ、ヒットもあるけども、佐々木的にはミス、失点っていうところはね、ちょっとバーッと、かな。で、8回ね、ピッチャー2安打、山田レフト前、で、盗塁、で、村上三振、で、オスナ敬遠になって、1、2塁、ここで、オスナのダイソーで山崎出てきて、ダブルスチール、キャッチャー投げられて、ノーマーク、山田、グーッと、山崎、グーッと、宮西、バーッと、もう警戒すぎる、もうキャッチャー投げれてないもんね。で、その後、青木がね、レフトオーバーのタイムリーツーベース。ガーッと。青木もちょっとね、2500本安打打って、ちょっとね、こう解放されて、いい形でいけてんじゃないか。史上4人目だからね。ガーッと。まあ、これがね、まあ、ダメ押しになって、結果ね、ヤクルトが2勝1敗のね、勝ち越しになりましたけど、ちょっとね、この、磯畑もいい感じで、この流れもいい感じできてるのに、ちょっと日本ハムミスが多いよね。まあ、去年からの課題だけど、こういったところをちゃんとやっていかないと、接戦勝ちきれないよね。ということで、結果、2勝1敗で、ヤクルトの勝ち越しでした。で、最後にですね、広島対西武、初戦2戦目ともに、コロナ陽性で、まあ、試合開催できずっていうところで昨日行われて、まあ、4対4で引き分けになりましたけども、まあ、西武がね、源田選手がちょっと陽性反応が出たっていうところで、コロナの影響で、佐野ニール、柘植、金子、木村、愛斗、熊代でスタッフ1名をベンチ外に外して、なんとベンチにいるのが岡田と鈴木のみ、野手はね。で、先発はニールからダーモディに変わって、まあ先発。まあ広島がね、最後まあ追いついたっていうのもありましたけども、正直ちょっとこの試合はもう評論対象じゃないですね。試合しちゃいけなかったんじゃないのかなって思いますよね。だからちょっと今回はこの西武対、広島対西武戦はちょっとこの苦しい状況の中だと、まあ評論できないですね。このベンチが2人しかいなくて作戦どうのこうのってね、ちゃんと評論できるほどのもう試合の提携をまあよく引き分けたんですけどね、ちょっとなしてなかったんじゃないのかなと、僕はこれは試合やるべきじゃなかったんじゃないのかなと思います。よくよくね、最後ここだけでもちゃんとね、プロ野球ファンの皆さんを見てほしいんだけどもね、各球団だけね、興味あって見る人もいるでしょうし、全部見てくれる方もいるかもわかんないですけど、皆さんにここだけをね、ちょっと見てもらいたいんですけども、まあ日本ハムはね、今年コロナ陽性結構チームで出して、で、まあ今回広島でも出して、ってなった時に、やっぱりね、NPB12 球の後全体が考えなきゃいけないのは、これをやっぱ教訓にして今年進んでいかなきゃいけない。ってなった時に、やはりですね、1ヶ月に1回の PCR 検査は少ないと思うんですよね。この PCR 検査も、まあ確かにね、なんかいろんな報道によると、70% ぐらいの精度って言われてますけども、今回の広島でもね、何回もして陰性だったのに陽性になったり、症状が出たっていう人がね、いっぱい出てきてるわけじゃないですか。ということは、その月に1回だとやっぱ見つけれないと思うんだよね。この最低でも週2回ぐらいで、しかもね、ストレスあるんじゃないのかって言いますけど、まあ僕らもそうですけど、結構その PCR 検査してるんですけど、今だとね、この唾液を入れて送るだけだから、正直そんな言うほどストレスかからないんだよね。ペーって入れて、トゥルルルって出すだけだから、別にほんの日常の中でできるから、そこまでね、ストレスかかんない。まあもちろんね、その検査のところの人たちがキャパオーバーでストレスかかるかもわからないですけども、まあオリンピックに向けて進んでいく、まあオリンピックやるかどうかわかんないですけどね、このプロ野球を成功させるため、もしくは感染拡大させない、感染拡大させないためには、まあそういうふうに、まあ週2回ぐらいやって、まあ俺はコロナのね、今陽性になるのは仕方ないと思ってるんだよね。その中で、やっぱり早めにチームから切り離して、チームで感染拡大しないようにしていかなきゃいけないんだよね。だからこう月1回ね、みんなこう月1回ぐらいで全員陰性でしたってね、西武も確か26日ぐらいに全員陰性でした。出たんだよね。出たけども、その後源田選手が症状出て、結果陽性になってるわけだから。そういう、もう何かあったらすぐっていう対応を取っていって、チーム全体に広めないように、クラスターにならないようにしなきゃいけない中で、やるにはやっぱり最低でも週1回、できれば週2回ぐらいの PCR 検査をしながら、何かあったらすぐこうってね、隔離してチームを全体しないようにっていう対応は、もし教訓にするんであれば必要なんじゃないのかなと。あともうこのね、選手たちも、今日、まあ広島でやってましたけど、今ね、まあ午前中なんでどうかわからないですけども、ちゃんと判定してもらえないと、公共交通機関使って、東京帰ってこれないですよね。そうなってくると、試合どうなんやろうっていうのもありますし、まあ、正直、まあ、どうなるかわかりませんけど、今日の阪神戦、中止にした方が、個人的にはいいんじゃないのかな、というふうに思います。
もし何かあってね、またあとあとまた体調不良で陽性反応出ましたんで、まあ対戦相手のねチームにもまた迷惑かかることになるし、まあどういうね判断になるか分かりませんけども、まあ僕はもうあの去年のねあの時から言ってましたけど、やっぱり1ヶ月に1回はね少ないんじゃないのかなと。やっぱりこういうねチーム全体でクラスターにならないためにも、まあこう最低でも週1回ぐらいねやったらいいんじゃないのかなと個人的には思います。さあ最近ちょっとですねコメント欄にですね、猛暑送り事項はもうやめたんですかっていうねところがあってですね、今日は猛暑送り事項復活です、やっていきたいと思います。まず日本ハム対中日ね、札幌ドームで行われます。日本ハムの皆さん、中日が交流戦に入って絶好調です。しかもエース大野が投げてきますよ。ここはミスだけは許されないよ。磯畑と西川の足を使ってかき回しましょう。ドラゴンズの皆さん、日本ハムは先ほど言ったように磯畑西川の足でかき回してくる作戦が今メインです。そこだけ押さえとけば勝てますよ。続いて、楽天対 DeNA、 楽天の皆さん、 DeNA ボコ下がってますよ。しかも外が絶好調、今もう旬満載のメロンの完熟みたいに甘々のバッティングしてきます。気をつけて。 DeNA の皆さん、楽天涌井マー君早かったですよ。ここを打ち崩したら一気にいきますよ、頑張って。西武対阪神、阪神の皆さん、試合がないかもわかんないですけどね、まあ西武がですねちょっと選手がいません。こんなこと言ったらあれですけど、試合するんであれば叩きどころです。でも高橋光成が挑発で調子いいんでね、ストレート気をつけてください。西武の皆さん、ここが踏ん張りどころです。チーム全体で何とかしていきましょう。青柳シンカーです。シンカーツーシームほぼ投げています。投球の7割ぐらいそれです。それ狙って打ちましょうね。ロッテ対広島、佐々木今日千葉テレビ解説です。ぜひ見てください。ロッテの皆さん、広島先発矢崎投手、今年初先発です。一気に行きましょう、カンカンカン。ちなみにキャッチャー坂倉、佐々木のファンです。千葉県酒水市中学校です。カープの皆さん、ロッテは荻野マーティンだけなんですよ。ここをしっかり抑えとけば勝てます。ここ出しちゃうと中村、レアード、田村がポッポッポッいかれますよ。荻野マーティンを死ぬ気で抑えて。オリックス対ヤクルト、オリックスの皆さん、ヤクルト青木が2500本安打打っていい感じで来てます。押すな、気をつけて。山田も調子いいよ。塩見ボール先行したら絶好調で降ってきます。気をつけて。初球の入り、 DeNA 戦みたいに同じことやってるとボコスが点取られるよ。ヤクルトの皆さん、オリックス結構打ちますよ。打ち合いだ、負けんな。バッテハーフ、ソフトバンクみたいな時よりはちょっと落ちてます。狙いどころ一球必殺打っていって一番出しょう。ソフトバンク対巨人の皆さん、ソフトバンクなぜカッチコチに凍ってます。溶けない間にやっつけちゃいましょう。ソフトバンクの皆さん、巨人ちょっと浮き沈み激しいんで、そろそろ解凍して温まっていきましょう。レンジでチンぐらいの気持ちで思い切っていけば底力ありますよ。さあということで、まだ金土日ね交流戦カードが変わってどういう戦いになっていくのかね、交流戦優勝するのはどのチームか、セリーグこっちは勝ち越すのかね、皆さん佐々木智也総チェックとともにプロ野球をお楽しみください。さあ週末3連戦も要チェック。